こんにちは、フランス語講師のメグです。お元気ですか今日は「Vivre en France」。フランスで生活するの 2:2: <で>の<に>カフェで注文するというテーマに基づいて第1部会話解説に基づいて勉強したいと思います。じゃあこれからもう一度、ね、一緒に読みたいと思うので。 よく聞きながら言えるように練習してみてください。「bonjour, je vous écoute」。ね「こんにちは」えっとお伺いします、えっと。フランス語で注文、ねえっと、をお聞きします。どうぞっていう意味の言い方を使います。まず「bonjour」ですね。日本語の名りで「bonjour」ね。3つの音で分けて言う稽古がありますが、2の カフェで注文するっていう。うテーマに基づいて第2部語意説明に集中して勉強したいと思います。じゃあ、あ o c a b u l a r y 単語へ行きます。まず、ラカートでボアソ飲み物のメニューを読みます。そしてビアールですね。ビアールはビールと少し違います。まず、be を一緒にしてビエビエ。ビエ Et on va continuer avec les boissons non alcoolisées, non alcool in yo, un jus d'orange, un jus de pomme, un jus d'abricot, un jus de pamplemousse, un jus d'orange pressé. Orange, c'est une phrase qui commence avec boin, donc on doit mettre de et de plus chan. Un jus d'orange toi ita hoga. Muzukashii des nee. Nanonde un jus d'orange. de place orange wa itchigode aru yo ni d'orange mitsumoto de wa kite yomimas. D'orange. De commandé dans un café. Ni karede te monsue te yo. Ga no thema ni motosuite dai sanbu ni te. お役立ち表現を一緒に習って実際に使えるようになりたいんです「t ト de suite は2つの発音があります「トゥ」まず「to ですね手を u うては「トゥ」と読みます最後の「手」は読まないでくださいで真ん中の「do がキーですねえっ、ー、とまあフランス字がよくはな早く話してるので「えー、t ト de suite より「ト suite という傾向がありますそしたら「 トゥの最後の「テとデ「ウ、え、が、っと、混ざって「と」っていう発音になります。で「スットは2つの音で分けて読みますが最後の「ウが短いので「おな」「ぱ」「ど」。おな」「ぱ」「ど」難しくないですね。例えばですね「ふーんクレープはありません」で私たちには「おな」「ぱ」「ど」「クレープ」と言ってもいいです。 でもし私たちにはもうふにゃふにゃはありませんと言いたかった場合、on a plus de と言います。パーの代わりに、ここでも一気で読む plus と言います。on a plus de プラス名詞。Example にて、お plus de jus de pomme。ね、jus de pomme の意味は覚えてるかなリンゴジュースですね、えーと。私たちにはもうリンゴジュースがありません。 ]っていう意味です. On n'a plus de jus de pomme. Jus de pomme. cest ,ですね? monnaie. Je n'ai plus de monnaie.